戦い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 戦お願いしますお願いします。ではこれ、あれ安倍ひまずの回だね。いやいや、数字入ってる理論やめて、ほんまにもうマジでバチバチコック参加してるつもりでいましたよ。あ、見て、ティーを置いとくわ、こうはいダブルは右の前にティーを置いた。了解。この木で運転しろってこと？運転する。この木で運転するか。まあまあまあ。やばい。シチューもらっとくか。安倍さんいる。火渡してきたってことは柿さんだいぶ白いわ。トーテム用に取っといてもいいのに。なかったから柿さんはまあほぼほぼ白で見てたとして、もう皮いらないや。あ、これが火取っちゃおう。さあどうしようかな。消去法でなんか傀儡絞れていきそう。とりあえず初手の精査で僕は柿さんを白弾きします。まあそれで僕白だから、あと6人中3分の1まで絞り込めてる。傀儡3分の1の確率で傀儡。もう誰かやっておくね、別に3分の1なら。3分の1なら落としていい説ない。着火して動き始める。何も出てこない。石炭持って帰る。まあここ押さえとくだけでだいぶ探検家楽だからな。正味逆にここ抜かれたら結構きついっていう盤面にはなるかな。弾いらねー。でもなんかここまで来たらもっと来たいから、もっとこう木材置いとこ。その代わりに帰るか。で船長室という自分の部屋に置くっていう。浮島の石炭取りました。はい、つきまーす。2個でこんなもん。多分前氷山ぶつかります。シチュー欲しい。食べる1本。はい、終わりです。あ、これあれか、ぶつかるわ。うん、ぶつかったね。うん、シチューは僕なんか2個置いておきます。判定はしています。クラップ2個とランタン交換します。お、1箇所直します。はい、ね、横切りまーす。横切りました。はーい、申し訳程度の木材だけ入れます。さっきも公開したんで、さっきも帰る。いい感じに、大丈夫ですか。ああ。船曲がってない、大丈夫。あ、大丈夫、大丈夫ですよ。あ、塩置いておきます。おー、はい、スクラップ持ってないよね、そうだね。あ、俺が、あ、もう、お願いします。はい、飲みました。あら、早くでーす。船直ります。はい、手前の石炭は取りました。もう、あ、僕飲んだよ。じゃあ火薬あるだろう。あれ、でもなくなってる。あれ、あ、僕が取ったよ、ここ1個。あー、了解了解。あ、医者です、これ持ってきた。あー、ライトさん白い。直せます、直せます。あ、これ僕も直してるんで。なんかひまりさんうろうろしてんな。1個どうぞ。ご飯もらいますね。え、これ毒飯します。医者毒飯します。飲みました。はーい、どうぞ。前に行こう。1個食べます。いや、知りたくない。
でも前に直せます、これ直せる、直せる直せる直せる、じゃあ、じゃあ俺ないわ、壊れてるね、どここれ、いや、ボイラーです、ボイラー、あ、ボイラー、これ何個上げてました、爆破だから、ボイラーの穴はトーテム立ってる、ってるね、ここにトーテムが立っている、あ、こっち1箇所空いてるんで、2箇所、あ、2個だわ、穴2個、じゃあ結構あるか、大丈夫だと思うんですけどね、え、ここの島にトーテムが立っていた、誰か当たりました、この真横の島、あ、狼島ですか、そう、そこのテントのところに堂々と行ってくれてました、それやばいね、あれでも俺が帰る時なかったから、だから見立て最近だよ、どっからやるのか、あれやったらもうあれですけどね、もうここにいるメンバー多分立てれないと思うんですけどね、でもカキさん取れときなかったら容疑者の一人にカキさんが入るんじゃないですか、てか多分ね、カヤクってお医者さんも何箇所でした、カヤク、お医者さんも右から登ってきたよ、あ、僕あれですね、あの木材だけ取りに来た感じですね、はい、でもあのカキさんとかと一緒に結局戻ってるんで、うんうん、多分立ててたら多分カキさんにバレてる、バブル店員さんは多分ね、いりますこれ、該当支店バブル店員さん、いや、返します、出るじゃないから、堂々と2個持ってきましたよ、1個帰ってきました、まあね、罠あるだけでやっぱ生き延びれるんでね、やっぱなんかあって、はい、終わりました、ご飯、あ、そうか、ご飯一緒に、エル君、帰らないでしょ、あなた、持ってけ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 、俺めっちゃいよ、お前が言うなよ、黒いんですか、ゼル君、はい、ここ白いっすよ、めっちゃ黒すぎるかもしれない、了解、ピッケルウェイクラス来たんよ、はい、運転できない僕。あ、いいよ、俺運転する。今完璧なタイミングでシチュー飲んだ。ガチした。ネタ向きで。本当に。おら、下がっちゃダメ。これ完璧なタイミング。ほら、朝になった。完璧です。この僕のタイミングのね、完璧なやつでゲージ管理が素晴らしい。やっぱ時間の感覚はね、もう常日頃からできてるん でここの石炭全部あさりに行きますか、召喚撃たれてもね、罠2個あれば余裕で耐えれるから、まあ海兵の本体が来た時がきついくらいかな、泳いで行ってもいいけどそこまでやりたくはないかな、え、爆破するね、了解、ただ毒入ってない俺、あ、オッケーオッケー、あ、じゃあ2人で戦って、何があったんすか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 、待って、アメさん、アメさん、ちなみに、ちょっとあの、今半時間だからみんな言ってますけど、アメレジさんもいましたからね、あ、確かにそうだ、アメさんもいるわ、待って、ラジオ高いやつ、アメゼルコの手持ちは別にそんな、あー、なるほど、え、なんかこれ、殺されたんしろ、なんでですかこれ、何があったんですかこれ、いや、なんか火薬用意で、下側が僕ずっと見張ってて、上側を、ひまじさん生きてるわというか、待って、トーマさん階段あるわ、これ。何それガバガバすぎ、ライトさん、ライトさん乗らない、ライトさん、ライト乗らない、ライトさん、ライト乗らない、ライトさん、ガバガバな戦いしてるじゃないですか、ガバガバな戦いしてる、トーマさんいない、え、ひまじんさんの、どうするんですか、ひまじんさんは、マジで、マジで俺、火薬割ってる暇ないです、ほんまに、めっちゃ集めて、とんでもないってこれ、え、誰なんすか結局、もういいかなと思うんですけどね、あ、ゼルクサーベル返すよ、サーベル返す、ゼルク、いや、ライトさん来るわと思うけどな、これ落としたの、ゼルク、ゼルク、サーベルあげるよ、誰だ、回転決まれます、トーマス君が来るの、クギあります、僕あの殺された理由したら分からん、戦わせて僕殺されたんすよ、ゼルク、お前負けたから殺されたんだ、俺勝ってるけどね、確かに負けたの俺っすね、あ、チャラマイクお願いします、え、じゃあ、何があったの、俺何も知らないまま決闘始まって、え、まあ、いいか、飯集めてきやーす、まあまあ、クラミクルです、
ちゃあ、まあそこ二人を戦わせたのはまあ、うん、リス僕なんで、まあ良かったんじゃないですか、やっぱ一回ないね、ライト派だと思ってる、マジで。あ、待って、これそういえば船詰めれるわ。あ、どんどん壊れて、どんどんやばいっす。スクラップあったら直せるよ、木材ある。スクラップないよ、多分今ボイラーと戦闘両方壊れてます。うっそー、木材あります。確かに自分は死なないというなんかありますよね、考えが。お、クラフトさん、まあ助けに行くか。多分ゼルクに撃たれてそう。あ、右側に撃たれて、右側なんだ。マジさんしろ。戦うリズムしてワンチャンダウンするんで。逃げるでいい。了解了解。任せてください、僕が守りますよ。ほんまに、あ、無理や、死んじゃう。任せろ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。任せろ、ナイス。ちなみに、つまじんくんが、プロウンヌンは、おい、トーマス、どうなりますか。はい。おい、何笑顔で帰ってきてんだ。次はお前の爆発したんですけど、あ、僕触りましたよ。え、はい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 、で、明るくなって爆発したんですよ。すいません、僕が悪いです。とりあえずヒマジンさん隠しろ。火薬入れたのが、はい、あ、火薬じゃないや、石炭入れたのがヒマジンゼルクなんですよ。はい、で、ヒマジンさん隠しろだから見張ってた安倍トーマスかヒマジンゼルク。はい、まあ、明るくなってから話しますって言って普通に村の方走ってました。で、はい、確かにそれ以外の予想出せないし。で、料理作ります。おー、あれだったら、いや、暇人なんか怪しまれてるって聞いてから村走って、じゃあ今確かに行動は白い、うん、何この足、怖。え、ってことはゼルク傀儡ってことですか。え、いや、ゼルクはヒマジンさん、帰れ召喚を受けてる。ヒマジンさん、帰れ召喚を受けてる。ヒマジンさんは隠しろで、で、僕、ヒマジンさんがダウンしてるのをベッドに寝かせたの白くないですか、結構。外来召喚、やばい。ちょっと、直すわ、直すわ。すぐに直す、とりあえず。はい。じん前にスクラップと木置いときます。オッケー。なるほど。あー、どうしよっかな。釘作るか。コマ君料理作ってるの。はい。そのひまじいさんが怪しいって話が出てすぐ料理に回ったっぽい。なるほどね。みんな集まってたから怪しいんかなと思って。はい、あ、シュールイマンタ。あれ、僕は今どこを先に食べます。以上、俺あれなら一回落としても。いやとりあえず釘作ります。はい、あ、いいよ、治るよ。見張りの安倍トーマス怪しい。もう今トーマスさん結構白いですから。安倍さんがヒマジンさんなかったんすか。マジ。あ、じゃあトーマスさんのご飯を安倍とトーマスが食うでいいと思う。いや、もうトーマスさん食べてます。もうトーマスさんも食べてます。シチュー作ります。も食べて。じゃあ僕じゃん。だから安倍さんが今一番筆頭ですよ。その精査ならどうしよう。え、でも2回助けてんだよ。ゼルクさん、ゼルクさん注射するんで、欲しかったら来てください。あ、はーい。そのままベッドを置いてる。え、てかさ、そしたらさ、ゼルク落としたらライトさん落としたい。そう、ライトさんいないんだよ。ライトさんは落としていいと思う。てか、ライトさんも離脱してますよ、なんなら。うん、ないなった。え、じゃあ1回来ライトさんで、隠しろが、牧師料理人。多分あれだよね。で、カキさんが運転してたもんね。アイライいや、でもやっぱ安倍倉未来とか言ってたから安倍さんなんじゃないですか。あの、こっちの二人を戦わせた。安倍倉未来生産。あの、途中からトーマスさんがいなくなって、それで上側に誰か火薬入れた説は。毒じゃないか、一回撃ってみてもらっていいですか。あ、はい。あ、勝負です、もちろん。あ、オッケーです、オッケーです。でもこれが普通に…もちろん白です。なんか透けてるような…あ、でもあれか、隠しようか。あ、鍵出た。ここで黒で、ね、サッチが咲いてるわけないでしょ。医師でそんなこと言ったら…おかしいな。バケモンすぎ…バケモンすぎるけど。ナイス。やばい、乗り遅れる。
たたたたたた。ああ、怖い、船が近い。頑張れ。よし、誰か行きましたか。村は行ったけど、割と行ったは拾ってない。うん、僕は肉だけ。え、隠しろやし、本当の隠しろ、僕と。わひまじいさん、あの戦った2人だよ。戦った2人が白なんだ。戦った2人は外来召喚された。それで言ったらやっぱ阿部さんじゃん。だから阿部倉みくる、阿部倉みくるです。阿部倉みくるですよ。阿部さん落とそう、阿部さん落とそう。阿部さん、阿部さん落としてもいいよ。いいと思う、勝利の話。シチュー巻いた3個。はい、僕一応下毒、あ、でもゼルクさん白だからでいいか。食べちゃいます。1、2、3、4、あと1個。阿部さん、一回落としの剣いきません、これ。いや、なんか、あり。全然いいです、僕は。待て、あ、違う、銃は足すと、それならゼルクに。あー、そうか、銃、あ、銃、そうね、ゼルク。白いな、これするの、うん、これでいいと思う。いや、でもそれしないと今生き残れない状況だから、阿部さんは。そう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 。はい、ゼルク。ください。はい。あとこれ、あとこれ、で、落とす。はい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 。ゼルク、自分の手で落とすんだ。本間さんがいなくて、なんで、でも一応手落としてんならまあ。お前、上側に火薬入れられた人が、バブケかけなんだけど、その時運転したのどっちでしたっけ？どっちだったっけ？いや、僕そもそも右洞窟にいたから、その頃。さあ、クマ行く？まだ6個あるよ。てか僕、ヒマジンさんの隠しろが確定する前に、ダウンしてるヒマジンさんを起こした功績があります。まあ確かに阿部さん怪しいな、やっぱ。もうちょっと進めるねとか一言言うと思うよね。そうそうそう、声かけになってる。あ、分かってる分かってる。バブ、うん、ここにバブケット持つぞ。これは確定してる。さすがにちょっと行きます。僕はやったってぐらい下の。ただ誰も来ないからちょっときついんだよな。はい、奥です。まあ好きに戦わせときますか、そこは。ああ、そういやこの試合あれだ、弾めっちゃ出てなんか隠してたわ、そういえば。おっと、デスゲームの主催者が死んだのかな、これは。これは。これ物資いいんで、あれ。あ、行ってくる。シュラから持ってくる。物資がなさすぎる。シュラから帰ってくるはずなのに、阿部さん。石炭入れたわ。石炭入れて。いや、マジで村で漁ってやるぞ。石炭2つに、滝1個に、火薬用、火薬と鉛と銃と弾あるわ。まあでもデスゲームの主催者ですからね。おっと、直すね。主催者の罪は重いですよ。あの左側に大家入ってるんで、傀儡召喚そっち側でなせ。はーい。阿部さんは開けないっていう方針なんですか、これ。うん。了解。いつも本当に人一だし。まだ遊ぶか。じゃあ行きますか。頑張って。これなんじゃないとかあんの？これでシチューだけ作れるけど。なんじゃない、かきさん。なんか有名そう。まあ柿さんなのかこれ。後ろから柿さん見とく。ああ、今崖に隠れてなんか骨出すかと思ったけど出さなそう。阿部さんだと、まあさすがに柿さん入れた人は。え、でもこれ主催者です。今これ今船ゼロなんですよね。いや、アベレージさんがいます今。あ、今じゃ肉も。阿部さんが落ちたらドッペルとか幽体って言ってるんだから。いや、罠仕掛けてるから出れない。義士ドッペルゲンガー持ってた。いや、了解。了解です。じゃあ僕だけ帰っとくか。投げます。うん。帰っときます、バブルケーキ。はい。投げます。はい。全然罠いらない。はい、ライン肉入れて。どうなんですかね。あ、でも僕シチューも合わせるんで先作ります。あ、オッケーです。はい、でから入ります。大さんが白い精査白いな。ゼルクの
この一人で誰もいないのに精査してるの、しれー。白いけど怪しいな。起こしていいと思うけどな。あ、まあ、それで殴って、お話してこう。いや、これどうなんだ？は？お前ドペルじゃねえかよ。ん？え？え？え？あ。やべれじさん白いと思うな。いや、これ白くないっすか。さすがに演技派。いや、いやだって僕が無言で帰った時なんか一人でめっちゃ清掃してるんですよ、誰もいないのに。海外でこんなことやってんのかな。逆に出します。いや、僕出したくなってきたんですけど。普通に鍵ありますよ、僕。あ、僕も鍵あるんで。違う違う、マウスホイール。ゼルク出した、ゼルク出した。あ、ゼルクの援護いた方がいいと思う、先。はい、入りましょう。あ、ゼルクの、絶対ゼルクの、ゼルクの。置いて、置いて、置いて、置いて。はい。ゼルク探偵。近くに来ました。大丈夫？めっちゃ、お、う。あ、上側だ、それ。上側援護だ。あ、で、あと、入りましょうか。打てない、この角度。いや、その角度は打てますよ、でもさっきから。まあ、打てば、さっきから打てますよ、安倍さん。あー、ニコロの。いや、出していいと思うけどな、これどうなんだろう。まあ、いっか。ヒッチ回来はこれで飛んだ。誰が飛びました？医師と、医師と、医師と技師。はい。医師じゃない、医師じゃない、医師巻き込まれてる、医師巻き込まれてる。いや、嘘嘘、あの医師が、俺を芝居できたニトロ持ってる、俺を。違う、医師、医師のドッペルゲンガー、ドッペルゲンガーじゃないですか。違う違う、じゃあ僕じゃない。あれ違う、僕巻き込まれたく、僕あのドッペルじゃないからドッペルがいると思ってもう巻き込まれないようにしないと。ドッペルと技師の2人いたなら開けていくない？確かに開けていい。まず安倍さん来ます。え、医師はドッペルじゃないんですか？え、医師、え、医師は船いました。じゃあ、船じゃない、船じゃなくて、まあ、よくわかんないけど全員開けましょう。あの、あ、はい、まあ、いいんですけど。え、そうなったら安倍さん白になるんで、安倍さん落とす精査した人誰が、誰だったっけ。いや、あのね、まあ、いや、ゼルクさん、ゼルクさんだから、そこは違うけど。ゼルクさん違うし。いやいや、ベレンジさんは怪しいとかじゃなくて、デスゲームの主催者をやったから落とされてる。いや、あれ、あれさん。あ、これ僕です。あ、これ僕です。アリスさんです。あれ、いや、まあ、肉一旦。あ、いや、いいっすよ。はい。あれ、あれ、ん？あれ、あれ、そっか。あれ、一種、あの時、俺がニトロ爆破した時に、どこでした？ニトロ爆破した時に、護衛するために離れてはいたんですけど、めちゃくちゃ前の方で。で、向かってったら割れたって、割れた瞬間に離れたら死にました。もう、あの、ニトロの爆発で始めて。カーリンさんって、石に殴られました？え、そうなんですよ。石に殴られてるから。え、でもそれは僕、実践ドッペルなんで、そうなると肉のシチューですか？あ、いや、人肉です、人肉。え、ドッペルでは、え、でも、ニトロの爆発で死んだってことは、ドッペルじゃあ。負けたくて、石以外が取りません。あ、じゃあ僕が、ドッペルの爆破で死んだんですけど、ドッペル自分自身の医者がもう一人いるの見えてて、普通に料理手放します。あ、はい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 。今行きまーす。ケレをまた本体やとなって、ニトロ捕まえた、捕まえたのが本体です、僕で。まあちょっととりあえず、上の様子見に行くか。うん、上の様子見に行ってから考えて。なんでいつも、僕武器作るわ、とりあえず。はーい。わかんないけど、もうなんか精査めんどくさいから、早く誰か探検出してくれって今思ってる自分がいる。何もわからん。銃声どうなんですかね。てか、そもそも傀儡落ちてないしな。そうっすよね。ライトさんが牢屋に来てないということは、ドッペル結構危ない説ある。あ、本当に西がそうだったんですか。え、どこにいるんだみんな。上で戦ってる。あー、何がどうなってる。大丈夫ですか上。大丈夫。どうなってるんですか。多分これあれですよね。これアリスさんですよね。傀儡石岸。え、アリスさんだろ。待った。え、わかんないですかこれ。一撃だと思う。ありがとう。全肉なしに。とりあえずアベレージさんはなんか普通に白かったから出しましたよ。普通に医者も出ました。医者も出た。え、出した出した出した。医者も出ました。もう全員出した。じゃあそれを使いに戻ってみます。
バブケは持たなくいいんじゃない？あ、運んでいいよ、別に。寒いからなんなら運んでほしいんだけど。あ、でも、じゃあ俺持って、俺持ってよ。あ、運んで、運んで。カキさん持ってる。ダブエントロシステムの。カキさん持ってるんだ。うん。にじんで。じゃあ、さっき戦った。うん、はい。さっき、帰られた。白落としたってことですか、それ。いや。いやライトさんはそもそも牢屋に来てないから。うん、ライトさん来てない。3人、3人、海兵、料理人。結局、ちょっと戦ってもいいのかな、あれ。アリスさんいますよ、ここ。普通に歩いてます。いや、イマジンさん視点、多分医者が傀儡やったんですけど、多分実践それドッペルで医者見えてて。で突っ込まれて僕ニトロで死んだんで開けてもらったんですけど、今僕ちなみに武器何も持ってないんで殺し毒ですよ。はーい。おお、なるほど。お肉になってもらう覚悟は。カキさんじゃない？戦闘できないですこれ。はい。カキさんある？いや、カキさん、いや、いや、カキさん目の前で俺戦ってたんですよ。おお。いつらもらえる。みんな来た、みんな来た、みんな来た。これ誰かが帰れた。離れて、全員離れて。みんな帰っていいよ、みんな帰っていいよこれ。カキさんワンチャンあるから。うん、ワンチャン。あ、じゃあ安倍さん、柿さんの見張りでいいんじゃないですか。あ、オッケー、そうする、そうする。安倍さんの柿を、柿を安倍さん動画にとかできないよね。そうそうそう。じゃあ、もっともっともっと。あ、渡すんだ。誰だ。あれ、ゼルクはとりあえず成功できそうだよ。そのイントロちょっと、行け、そのイントロ、ワンチャン当てられる船に。あ、いや、一応船が入るか。まあ、安倍さんが持ってるから、まあ、ない。安倍さんちょっと止めたかも、もう絶対成功するから。安倍さん止めて、安倍さん止めて、安倍さん止めて。オッケーオッケー。安倍さん、もう捨てていいんじゃない？オッケーオッケー、ナイスナイス。いや、白い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 。白い白い、ここで捨てるのはないけ。なんだこれ。意思だと思うけどな。意思が武器持たずにここ来る意味がなくないですか？意思やっちゃうか、じゃあ。殺そう。ちなみに燃料がありません。あれ、燃料ない？燃料ない？とりあえず木材入れるわ。船なんすね。オッケー、あ、石殺し。いる。石殺し。ドッペル、船左、船左、両輪ドッペル。ドッペル倒した。どっち？手前奥。左。ドッペル倒した。多分歩いてる、普通に。右の石炭。あと義士の死体はあった、普通に一個。死んでるんだ。銃声。あ、義士は一回死んでる、義士は一回死んでる。ダメかも。いや、船防衛します、外で。了解。行ってきます。ダウンしてる、ダウンしてる。弓とか拾われる。まあ、アリスさんダウンしたっぽいっす。オッケー。あー、僕ワンダウンでーす。はい、了解です。まあ、多分ね、ですよ。ドッペル倒せた。余裕。ありそう？余裕、あら。え？まあ、とりあえずナイス。ナイス。ナイス。何だったんだ？どうかなかった。あ、いいんだわ。何だったんだ？ああ。じゃあ火薬すごいなあれ。マジンさんが来たらごめんね。え、全然間違ってたじゃん、阿部さん。デスゲーム期待して。デスゲーム無意味な。デスゲームだけだった。阿部くらみくる。阿部くらみくるひどい。いや、仕掛けるタイミング悪かった。白白だった。しかも被災者まで白っていう。そうです。白やったんで、安倍さんが多分次運転するであろうタイミングで先に回復仕掛けといて、で安倍さんが運転した瞬間起爆するようにして黒身。あ、それはうまいな。うまっ。